おまけのエロなおまろなということで、ね、さっきロミアス爆殺 RTA で、まあ、装備を手に入れたんですけれども、まあ、それがいかに強いかっていうのを確かめたいんですが、まあ、でもその前にせっかくピアニストになったんで、中村さんピアニストの特性ちょっと見ましょうか。特性見ての通りピアノを持ち歩いてるんですか。持ってるね、アップライトピアノ、まあ、キロ換算なのか分かんないですけど29という異常な重さでして、これ街中で試しに演奏してみてください。あ、街で、はい、ピアニストはね街で演奏することでお金がもらえるんですよ。おひねりがもらえるんですね、うん、そんなこともできるの。だから酒場みたいな人がいっぱいいるところに行ってぜひ演奏してください、はい、これスキップしていいですよ。夜になりましたね、時間がなんで酒場に行ってみましょう。ここでもいいんじゃない。お、そこで演奏します。はい、ピアノ美しい音色を奏でて、あもっともっともっとですよ、長尾さん、もっと怒られたよ、だって、まあ、芸術が認められてない。ピアノ、この素晴らしいピアノの音色がまだ伝わってない。ああ、おお、まあ、ご主人様、犬のじいさんからもらいましたよ。この目の前の、うん、この人しかくれない。犬のじいさんいっぱいくれますね。お前のちょっと結構歌詞を変えましょうか。歌詞を新やつや、この辺とかどうですか。あ、きっと中村さんの音楽を理解してくれる人がいますよ。はい、270枚おひねりですよ。大儲けじゃないですか。あら、素晴らしい、完璧、素晴らしい。これでどんどんね演奏の経験値を貯めていくことができるんですね。でぜひ酒場のね、音楽にうるさい紳士淑女の方々に聞いてほしいわけですよ。酒場ってどこだよ。右の方ですかね。右、うん、右の方。これか、これです。ピアノあるでしょ。みんな待ってたでしょ、うん、お待たせ。ピアノがあるのに自分ので弾くよ。自前のピアノでね、やっぱ素晴らしい演奏に聞き惚れなさい。生麺をくれた、156枚のおひねりをもらった。ちょっと嫌がられて、ね、今石投げられましたね。もう一回演奏しましょうか。生麺ここにあるから、うん、ちょっと生麺回収して、うん、まだまだ認められてない俺の芸術が、うん、お、いいですよ。看板娘はおひねりくれてますよ。下手だね。なんか落ちてますね。なんか魚、カトラスフィッシュ、魚捨てられてる、うん、まあ、こんな感じでね、いろんな職業によって、うん、どうしてなんですか。なんで小池の店主を攻撃し、あ、なんかさ、今外したからよかったようなものを当ててた、えらい目にあってましたよ。実力差がすごいから。そうなんだ、うん、レベルが明らかに違いすぎますからね、まあ、試しに男女を潜ってみます。あのさっきさ、うん、取得したあれをちょっと見てみたいよね、うん、あ、これダメだ、まだ入れないから。話しかけて、まあ、イベント進めないとそこは入れない。そう、進めないとダメだから、ちょっと、うん、あのどっか外行くわ。適当なとこ入りますか。適当なとこ行くわ。あれ、ここってなんだっけ。そこは自分の家ですよ。そうか、爆発したとこか、うん、そう、爆発したとこです。難易度7のとこ行ってみよう。入ってみましょうか。行けるかな。あれ、チュートリアルですね。OK です。ちょっと危ないかも。でもこの武器があれば装備は強い。うわ、強いな。レベル3あんのに、もうあっという間ですねこれなら。うん、強っ。負ける要素ねえな。なんか馬がまた喧嘩してる。馬喧嘩してる。やっぱ危ない。威力がね、団地ですね。エーテルのね、探検は持ってるだけでエーテル病が進行しちゃうんですけれども、いや、勝てるな。強いね。うん。金めっちゃ取ったし、今。すごいな。持ち米こう取ったよ。重いですよ。バランスブレイカーだな、やっぱこれ。ロミアス爆殺するとこれ最初から使えるから結構ぬるゲーになるんですよね。そもそもスマホ版はだいぶ優しい作りになってはいるんですけれども。お、お年玉だ。春節のお年玉だ。開けてみようか。俺は初めて見たこの装備。何出した。なんか出てきましたね。なんか取ったよ。
何が出たんだろう。1個の仲間突破原石。あー、仲間の限界突破に使えるんじゃないですかみたいだね。結構レアじゃない。へえ、なるほどね、うん、いやーまあね、楽しいゲームでしょ中間さんこれ、うんうん、永遠遊べると思います。これはずっとやっちゃうやつだな。なのでね、暇を持て余している皆さんもぜひスマホでやるゲームがないってなったらこのエロな手をつけてみてください。これいいわ、虜になると思いますよ。